こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はじゃじゃーん、こちらのマスクケースをご紹介したいと思います。まあ、マスクケースなんですけど、まあ、マスク入れてもよし、ティッシュ、ハンカチなど入れてもよし、ちょっとした小物を入れてもよしな万能ケースができました。動画ではこちらを紹介しています。開けるとこんな感じ。ここのね、一段青くなってるところはちょっと糸が足りなくなったので青く編んだんですが、まあ、同色で編んでも全然可愛いです。こんな感じに、ね、なります。はい、そしてマスク、この2つ折りにして、こんな感じですね。これを2つ折りにしてこう入れて、ちょうどいいサイズになってます。なんかね、やっぱり付け外しすることも増えたような気もするし、やっぱこれから夏でちょっとね、外と歩くときはちょっと外したりとかすると思うんですけど、まあそういう時にこういうのがあったら便利だなと思って作りました。しかもカラフルで可愛い。なんかたくさん作ってプレゼントしたいなと思ってます。これはちなみにめいっこちゃん用です。これ自分用、でもちょっと男の子みたいな色合いじゃないですか。これはこれで可愛いんですけど、なんかシックな色でも作りたいなと思ったり、ブラウンと、なんだろう、ここもブラウンに赤とか水色とか、なんかそういうのも可愛いなと思っております。ぜひぜひ作ってみてください。ちなみにこれなんですけど、これ見覚えないですか。これ去年動画でアップした、スカラップ編みのスマホバッグと同じ編み方です。もう加工も同じ、縁も同じ、仕様だけちょっと違うっていう風になってます。なので、まああちらも作られた方、スマホバッグを作られた方はもうより簡単に作っていただけるし、ちょっとまあ見にくいと、まあその動画始めた、なんなら多分初めてぐらいの動画だったので、ちょっとまだ不慣れなところもあったのですが、まあそんな方もこちらの動画を見ていただけるとより分かりやすいのではないかな、分かりやすかったらいいなと思っております。ぜひぜひ作ってみてください。こちらの先ほど言った動画の URL や、素材やチャプターなど概要欄に記載するので、もしよかったら見てみてください。じゃあ早速編んでいくぞ。本日はこちらの糸を使用して編んでいきます。浜中さんのエコアンダリア902番のミントグリーンと901番のブルーを使用します。使用するかぎ針はこちらの6号針を使用していきます。まずは作り目をしていきます。鎖編みで19目編んでいきます。糸の下に針を置いてくるっと回します。そしてこの輪の中に針に糸をかけて通します。そしてキュッと引き締める。ここから19目編んでいきます。針に糸をかけて輪に通す、輪に通す、これを19目編んでいきます。はい、作り目が19目編み終わりました。図案がこちらになっております。この太い線の模様は、これはスカラップですね、周りのスカラップになっています。なのでまずはこの部分を編んでいきます。ちなみにこの模様は4段で1模様になっていて、この4段を繰り返すことで模様ができていきます。まず1段目を編んでいきます。1段目は立ち上がり鎖編み3目、そして長編みをここの19目目に編み入れます。19目目に長編みを2目編み入れます。そして鎖編みを1目編んだら1目2目飛ばして、19、18、17、16目目ですね、作り目の16目目に細編み、そして鎖編みを1目編んで2目飛ばしたら13目目に長編みを5目、そして鎖編み前段2目、作り目2目飛ばして細編み、この鎖編み長編み5目、鎖編み細編み、これを繰り返して編んでいきます。編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目、そ
したら作り目の19目目、ここですね、今3目編んだのでここ19目目に針を入れて長編みを2目、そして鎖編みを1目編みます。そして作り目を2目飛ばします。19、18、17、16目目ここに細編み、そしたらまた鎖編みを1目編んで前段2目飛ばして、今度は長編みを5目、そしたら鎖編みを1目編みます。1、2目飛ばしてコマ、鎖編み1目、また前段2目飛ばして長編みを5目、そして鎖編みを1目編んで前段2目飛ばして細編み、そして最後に鎖編みを1目編んだら、この作り目の1目目ですね、ここに長編みを3目編んだら1段目が完成になります。これで1段目が完成です。はい、それでは次は2段目ですね。2段目は立ち上がり鎖編み1目、そしたらこちらの長編みの頭の鎖に細編みを編みます。そして鎖編みを3目編んだら、ここで編んだ細編み、こちらに細編みを編み入れます。そして鎖3目、そしてこの真ん中の 1,2,3,4,5 目ある真ん中の長編みの頭の鎖に針を入れて細編み、そしてまた鎖編み3目、細編み、鎖編み3目、細編み、鎖編み3目を繰り返して編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編みを1目。で、くるっと回して、こちらの長編み1、2、3目、3目目に細編みを1目編みます。そしたら次は鎖編みを3目。そしたら次はここの谷の部分ですね。この谷の部分、ここの細編みの頭の鎖に針を入れて細編み、そしてまた鎖編みを3目、そしてこの真ん中の目 1,2,3,4,5 目あるので、この真ん中の目に針を入れて細編み、これを繰り返します。はい、最後まで編めました。そしたらこちら、ここですね、立ち上がり、これ1段目の立ち上がり鎖編み3目がここにあると思うのですが、この鎖編み3目の3目目を半分に割って針を入れて最後細編みを編みます。これで2段目の完成です。はい、それでは次は3段目を編んでいきます。3段目は立ち上がり鎖編み1目、そして前段の細編みに細編みを編み入れます。そして鎖編みを1目、そしたらこの長編み5目をここの細編みに編み入れます。そして鎖編み1目、細編み、この鎖編み1目、長編み5目、鎖編み1目、細編み、これを繰り返します。はい、まず立ち上がり鎖編み1目、くるっと裏返して前段の細編みに細編み、そしたら次は鎖編みを1目編みます。そしてこちらの谷の部分の細編みですね、こちらに長編みを5目編み入れます。そして次は鎖編みを1目、そし
したらこちらの細編みに針を入れて細編みを編みます。この細編み、鎖編み、長編み5目、鎖編み、細編み、これを繰り返して編んでいきます。はい、こんな風に3段目が編み終わりました。はい、次4段目です。立ち上がり、鎖編み1目、細編み、前段のこちらの細編みに対して細編みを編み入れます。そして鎖編み3目、そしてここの長編みの頭の鎖に細編み、鎖編み3目、そしてまたこちらの細編みに細編み、鎖編み3目、細編み、鎖編み3目を繰り返します。4段目編んでいきます。立ち上がり、鎖編み1目、くるっと裏返して細編み、そして鎖編みを1、2、3目、そして真ん中の長編みに細編み、鎖編み3目、細編み、鎖編み3目、これを繰り返します。はい、4段目編み終わりました。そうしたら、この後はこの 1,2,3,4 を繰り返して編んでいきます。 1,2,3,4 を1回、2回、3回、4回、5回ですね、繰り返します。この5回目の部分はこの4段目のこのここがないので気をつけてください。全部で23段編みます。そして内側のポケットの部分ですね、同じように編んで11段目まで編みます。はい、それでは繰り返して編んでいきます。1段目と同じように編みます。5段目ですね、立ち上がり、鎖編みを3目、そしてくるっと裏返したら、1段目は作り目の19目目に針を割り入れたのですが、こちらの細編みですね、ここの細編みに長編みを2目編み入れます。そして鎖編み1目、そしたらこちらの細編み、ここに細編みを編みます。そして鎖編み1目、次はこちらの谷の部分ですね、こちらに長編みを5目、そして鎖編み1目、ここですね、こちらに細編みを1目、このようにして模様を作っていきます。はい、編み終わりました。こちらが23段目まで編んで、こちらが11段目まで編んでいます。そしてこのポケットの部分、この上の2段ですね、ちょっとミントグリーンの糸が足りなくなったので急遽こちらのブルーの糸を使いました。今回余り糸で編んだので足りなくなったのですが、この2枚でだいたい 22g なので、まあ1個編んだりや1玉あれば全然足ります。はい、それでは次はスカラップ、縁のスカラップを編みながら内側のポケットと一緒に表側と一緒に剥ぎ合わせていきたいと思います。この黒い、黒くて太い線のところがスカラップですね。そしてこの点線がこことここの位置が合うよという印になっています。ここから編み始めていきます。立ち上がり、鎖、糸をまずつけて立ち上がり鎖1目、そして細編みを編みます。そして鎖編み、長編みを4目、長編み4目はこの長編みの足を拾って束ですくって編みます。そしてここの細編みに細編みを編み入れて、鎖編み、長編み4目、鎖編み、細編みという風に編んでいきます。ここですね、この長編み、基本的に全て長編みの足を拾って編んでいきます。そしてこの反対側はこの鎖編み3目を拾って編んでいきます。
そしてこの角の部分ですね、角の部分はまずここの細編み、細編みを編んだら鎖編み、長編み4目をこの長編みの足にそこですくって編みます。そして鎖編み、そしてこの作り目の1目めに細編みを編み入れます。そして鎖編み、そしたらここのな、作り目の鎖編み2目、ここを束ですくって長編みを4目編みます。そして鎖編み、そしてここの1本余ってるところ、1本余ってる鎖を拾って細編み、そしてこの後は鎖編み、長編み4目をここですね、ここに編み入れて鎖編み、細編みという風に編んでいきます。はい、編んでいきます。まず糸を2つ折りにして指にかけます。そしてここですね、ここに針を入れます。こんな感じで、そして針に糸をかけて引き抜く。ここから編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを1目、そしたら同じ場所に細編みを1目編みます。そしたらまず鎖編みを1目、そしてここの長編みの足ですね、ここを拾って長編みを1、2、3、4目編みます。そして鎖編みを1目、そしたらここですね、こちらに細編みを1目編みます。ここに細編み3目並んでるんですね、細編みの足が。なので真ん中に編み入れます。そして鎖編みを1目、また長編みの足を拾って長編みを4目、そして鎖編み、そしてまた細編み、このようにして編んでいきます。そしてここですね、ここまで来たらこの2枚重ねで編んでいきます。なのでもう1回スカラップを編んで、編んだらこの表裏をしっかり確認して、中表に、あ、中が裏ですね、外側が表、こっちが表になるように2枚を重ねて、次は細編み、この真ん中に細編みに細編みを編む時に一緒に針を入れて細編み、それでこんな風にくっつきました。そしたらまた同じようにスカラップを編んでいきます。ここはもう2枚同時にこんな感じですね、2枚同時に鎖編み1目、そして真ん中に細編み、こんな感じでスカラップが編めていきます。そしたらまたこのここに細編みで留めたら、このカーブの部分を編んでいきます。立ち上がり、あ、じゃない、鎖編みを1目、
そしたらここですね、この長編みの足、こちらを拾ってまずここに長編みを4目編みました。そしたら鎖編みを1目して、今度この長編み3目が編まれた作り目の鎖編み1目のこの1本、反対側も1本、ポケット側ですね、拾ってここに5目、そしてまた同じようにスカラップ、鎖編み1目ここですね、ここに針を入れて長編みを鎖編み、そしてここの部分、ここに5目、こんな風になります。そしたらここから先は鎖編み、今度ここ、この長編み5目が入ってある鎖1本余ってるところに針を入れて、そして鎖編み、5目、こんな風にして編んでいきます。ここから先はまた同じように拾って、ここまで編んでいきます。はい、ここまで編めました。そしたら最後は引き抜き編みをしてキュッ引き締めて糸をチョキンと切ります。はい、こんな感じになりました。ここの糸は裏側で始末をします。そして内側のポケット、ここ糸をもともとここをミントグリーンで行こうと思ってたんですけど、この青に変えたことによってなんかこうここに枠ができて、これはこれで可愛いなと思ってます。そしたら次は最後にここアイロンがけしてプレスして、ちょうどこの一山、ここの上のこの山のとこですね、ここで折る感じにします。こうで軽くスチームアイロンで整えて完成という形になります。こんな感じ。はい、完成しました。ちなみにこっちがピンクバージョン、こっちが青バージョン。色などは、概要欄に書いておくので、そちらを見てみてください。はい、サイズです。横幅が15センチ。中に入るところは、12センチぐらいですね。そしてポケット、高さですかね、高さは12センチ、中入るところは約11センチです。こんな感じで完成しました。そして重さが 27g、 1玉以内で完成します。はい、いかがだったでしょうか。スカラップ編みのマスクケース、スカラップ編みってなんかちょっと変ですよね。スカラップをつけてるよ、スカラップをつけてるシェル編みなんですけどね、まあ、そんな感じでぜひぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あ、またねー。